今回の投信 TV ぶらり大学探訪北海道大学ボリューム2食レポ編では、みゆきちゃん定食を取材しました。みなさんこんにちは、投信レポーターの上田壮太郎です。投信レポーターの鈴木美玲です。今日は北大から徒歩10分のところにある北大生に人気のみゆきちゃん定食にやってきました。ここは海鮮丼がとっても有名で、北大生もとっても人気があるんですよ。それでは中に入ってみましょう。いやー、外寒かったな、ね、メニューもいろいろあるな。何しよう、何がいいと思う？全部美味しそうだよね。だよね。なんかあれ、二刀流定食なんかおすすめらしいから、あれにする？いいね、そうしよう。じゃ あ二刀流定食お願いします。はい、お待ちどうさまでした。おいしそう。当店一番人気の二刀流。こちらの二刀流はスペシャル海鮮丼定食とおまかせ握り寿司10貫の2つのメニューを合体させたお得なメニューになっています。では早速食べていきたいと思います。はい。すごい見た目がすごいたくさん乗ってて、すごい豪華です。もうほんと殻の、もう貝殻の下にももうびっしり詰まってますよ。ほら、ほんとすごい。これは早速、私サーモン好きなんで、サーモンからいきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。いただきます。すごい脂が乗ってて新鮮で、すごい美味しいです。あー、マジで。次僕いきたいと思います。じゃあ僕はどれにしようかな。もういろいろありすぎてもう迷っちゃう。じゃあエビからいきたいと思います。じゃあいただきます。もうエビが新鮮で、もうエビはプリップリです。本当にめちゃめちゃ美味しい。もうやばい。はい、どうですか、美味しいですか？めちゃくちゃ美味しいです。あ、そう、よかったですね。このお店って北大生はよく来るんですか？そうですね、これからやっぱり増えていきますよね。あの、4月になったら新入生が入ってくるんで、1年生入ってくるんで、年3年だとか、そういう人方が、よく連れてきて、ええ、そうですよね。なるほど、そういうのが多いですね。このお店の名前、みゆきちゃん定食っていうのは名前の由来ってあるんですか？初代のオーナーの娘さんの名前を取ったらしいんですよ。このめちゃくちゃ美味しい海鮮丼、もうめちゃくちゃ安いじゃないですか、1500円。そうですね、やっぱり、まあ、学生をメインっていうか考えてますんで、はい、やっぱり学生方は満足しきれないんじゃないかということで、考えたのが寿司皿つけようと。なるほど。もう全部両親から来てるね。すごい、はい、量めっちゃ多くてお腹いっぱいになったね。本当にもうめちゃくちゃ満足した。もう美味しかった。もう皆さんもぜひ北海道に来たら食べに来てください。ということで、今回の投信 TV は北海道札幌市のみゆきちゃん定食からお送りいたしました。また次回もお楽しみに。